さあ、トップバッターは先ほどのご紹介しました狭間三姉妹の登場でございましてね。三姉妹って言ってるけれども、今日は3人で歌うのは初めてなんですって。はい、初披露なんだってね。そうです。レコーディングはバラバラにやったわけ。はい。あ、じゃあ今日はジグソーパズルが初めてパッと組み合わさったようなもんですね。ね、やっぱ緊張します。すごいドキドキしてる、ね、最悪グッと詰まっても3人だからね、2人がカバーするというですね1人口パクでも大丈夫だそう、めっちゃいいですね、マリさん。そうするとリラックスしますからね、大丈夫です。そういうつもりでね、はい、ね、本当に3人はコンビネーションいいんですけど、実は逆に男性の好みなんかもバラバラでですね、もう趣味嗜好は全然違うという話を聞いております。例えば男性の下着なんかでもですね、どっち派っていうのはあるじゃないですか。ちょっとそれを聞いてみたいと思います。はい、今ちゃんから。いきなりかわいそう。トランクス派。トランクス派。はい、ゆいちゃん。私はブリーフ。ブリーフ、はっきり言いました。ゆかちゃん。トランクス。あ、トランクス、トランクス、真ん中ブリーフと。ブリーフぴったりした方がいいですか。なんかすごいスポーティーな感じがして好きな。なるほど、ね、トランクスっていうのはじゃあどういうふうな、なんかダボッ。おじさん。おじさんね。でも風通しいいんですけどね。そうですね。ちなみに古田さんは。今日ですか。はい。ふんどし一本。男はこれで決まりです。はい。さあ、それじゃあ。あ、よろしとテレが撮影でございますね。早速3人に頑張って歌ってもらいましょう。曲はリメンバーです。どうぞ。決まりましたね。バッチリでした。ね、はい、はい、ありがとう。